お疲れ様です。どうもフレデリカです。今日はね、10周年ラストチャレンジの4階層ルシャナの超重力版やっていきたいなと思います。いや、これマジでむずいです。今回はディオビッグマム編成ですね。PTC 貼っておきます。で、立ち回りも記載しておくので、よかったらそっち確認してください。で、クリアするとね、これレベル120のルシャナの個体がもらえます。なんでコンテしてでもね、取っておくべきかなと個人的には思ってます。はい、そうですね、このダンジョンコンテできるんで、もし、ボスとかでね死んじゃった場合は、もうめんどくさい方はコンテして早々にクリアしちゃってください。で、この後のね、シバドラの動画とかも YouTube に上げようと思ってるんで、よかったらそっちも確認お願いします。こういう系のダンジョンって1回クリアすると消えちゃうじゃないですか。だから動画撮るためには、まあ何回も挑戦する必要があるんですけど、その度にねスタミナ使うから今日はカツカツです。はい、ランダン終わってね落ち着いたかと思ったんですけど、全然そんなことなかったですね。あ、ちなみにランダンもなんとか王冠取ることができました。はい、動画ではね、そろそろボスですね。これはボス前のデュルガーですね。ボス前じゃないか、1個前だね。で、このシバも結構厄介で、こいつがねルーレットと攻撃力減少を同時にしてくるんですよ。そうだから、ヤマトと、リオの裏についてあるルーレット使ってなんとか対策してみました。で、このボス前のルシャナがリダチェンしてくるんで、ディオにはリダチェン耐性つけてみてください。で、今回は2回に分けて倒しました。で、この次がボスですね。ボスはまず初手10ターン遅延が飛んできます。はい、で、今回カイドを1ターン目で使ってますが、ここは、カイドをもし使ってる場合は3ターン耐久してください。てか、カイドを使ってなかったとしても3ターン耐久した方が安定します。なんでかっていうと、カイドを使った後の盤面に回復ドロップが3個なかったら済むからですね。はい、で、全員溜まったら、ぶっ破して倒していきます。まあ、大体 70%75% 削ったあたりでスキルぶっ破すればいい感じにワンパンができますが、今回動画ではなんと、ミリ残しをしてしまいました。なので、ちゃんとね3ターンの間に 20% ぐらい削ってください。